ブローニャ、作戦地点に到着。テスラさんが送った座標まであと4キロです。近くに異常は見られません。分かった。減速と降下を始める。テスラたちの捜索準備を始めてくれ。全小隊油断するな。負傷者の状況はどうでしょうか。いいとは言えないな。テレサさんの怪我はなんとか落ち着いたが、目を覚ますまでしばらく時間がかかるだろう。メイだが、コンケストジェムを奪われた時に心臓が傷ついてしまい弱っていく一方だ。すぐにでも心臓手術が必要だ。テスラたちを見つけ次第撤退。レーダーが戦艦に侵入する崩壊獣の大群をキャッチしました。戦闘準備。執行命令なし。ブローニャ警戒。ファイヤー発射。射撃開始。射撃開始。発射。ファイヤー発射。射撃開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤー発射。射撃開始。ファイヤー発射。ファイヤーファイヤー射撃開始。発射。エイ。射撃開始。発射。射撃開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤー発射。ファイヤー発射。ファイヤー射撃開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤー発射。ファイヤーファイヤー発射。ファイヤー補充完了。射撃開始。ファイヤーファイヤー発射。射撃開始。ファイヤー射撃開始。ファイヤー発射。ファイヤー発射。ファイヤー射撃開始。ファイヤーファイヤー発射。ファイヤーファイヤー発射。ファイヤー発射。ファイヤー射撃開始。目標ファイヤー。目標捕捉。ファイヤーファイヤー。目標捕捉。ファイヤーファイヤー。ファイヤー目標捕捉。ファイヤー目標捕捉。ファイヤー。システム警告、強敵出現。目標捕捉。ファイヤー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 ファイヤー目標捕捉。ファイヤー。何が起こったのです。ハイペリオンが緊急降下しているのですか。急いで戻らないと。姫子少佐、よくやったわねブローニャ。敵が来ます。すぐにハイペリオに戻って。ここは私に任せなさい。執行命令なし。ブローニャ任務完了。待機モードに移行。久々の戦場よ。時空の曲率がおかしいわ。こんな高濃度の崩壊エネルギーは見たことないわよ。
しかも敵が増え続けてる。何よ、律者だからって何でもありなわけ？敵は私が引きつけるわ。負傷者の安全を優先して。ハイペリオンは起動できるの。左舷装甲が外れてるし、動力室は正面から攻撃受けてるし、防振システムも破損が見られるし、復旧には時間がかかるし、今の低火率からして。落ち着いて、所要時間だけ教えて。3分よ。あと3分持てばこのふざけた場所から離れられるよ。簡単な任務ね。ウォーミングアップに使ってあげる。その程度で。今目的地に向かっているわ。ウォーミングアップに使ってあげる。勝算のない戦いはしない主義なの。久々の戦場よ。あら、弾かれた。台本通りに演じないとダメでしょ。キアナ、やっとお前たちを見つけたよ。順番が変わってしまったが、まあいい。虫けらに変わりはない。お前から殺してやろう。待ってたわよ、クソったれ律者。急ぐわよ。トン！血が出たわね。神も負傷するのね。なぜだ。お前などとっくに何十回と殺せたはず。それは申し訳ないわね。私って結構手ごわいのよね。無礼な人類よ。人類、人類って言いづらくないわけ。私にはちゃんと名前があるのよ。よく覚えておきなさい。あんたが今戦っているのは村田姫子よ。Yeah!
虫けらのくせに。システム準備完了。出力準備完了。起動照準完了。目標ロックオン。距離誤差調整完了。君が作ってくれたチャンスを無駄にはしないよ。撃て！楽に勝てたわね。今回は大ごとになっちゃったわね。まあいいわ。少し新鮮な空気でも吸おうかしら。みんなして子供のままのような子だけど、でも好きな場所だった。これからも
長い長い道が待っているわよね。みんな、ブーンを祈るわ。あと一杯飲みたかったわ。逃げられると思った？待ってたわよ。死を迎える準備は整った？力の限り抗うのよ。それなら私の番で文句ある？死ね。キアヌ、あんたが目を覚ました時、全てが変わっている。世界はもう美しくない。平凡な日常ももうない。でも諦めないで。何があっても諦めないで。その死に乗るな！死んでいい。
さい。あんたは前に進むのよ。この不完全な物語をあんたの望む姿に変えなさい。行きなさい、キアナ。これで授業はおしまいよ。Why did the moon